聴ありがとうございます。ぐーたら人間のぐーたらです。今回は愛するペットが電磁波の影響を受けて体調不良になるかもしれないよという動画です。犬、猫、鳥など人間と比べ物にならないほど電磁波には敏感なんです。面白くない話だと説明する方も視聴する方も飽きてしまうので、簡単な説明だけで割愛させていただきます。意識するきっかけになればと思い動画にしていました。冷蔵庫は基準値を大きく上回る 150V/m ですね。1メートル以上離れても反応しますね。配線が天井や壁にもあり、家中に張り巡らされています。こちらも基準を超えていますね。さて、一番気になるひまちゃんのお家は、全く問題ないようです。安心しました。そして驚くべき数字を出したのが扇風機です。電波も磁場も異常に高いですね。しばらく計測を続けると、なんと磁場が測定不能な値まで。こちらのドライヤーは14マイクロテスラでした。長時間の使用は避けた方が良いですね。こちらは電子レンジです。数値は少ないですが、電磁波の一種であるマイクロ波が強烈に出ているので、離れた方が良さそうです。電磁波を減らす効果があるので、必ずアースしましょう。ちなみに僕は電磁波ではなくひまちゃんの影響を受けています。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。何？